予報センターから熱帯低気圧に関する情報をお伝えします。フィリピン近海に発生しています熱帯低気圧、ルスン島の北部にありますけれども、雲の渦巻き、だんだんと発達してきていまして、今後24時間以内に台風になる可能性が出てきました。今後の予想です。フィリピンの東海上にあります熱帯低気圧なんですけれども、現在中心気圧は1000ヘクトパスカルで、西北西に時速20キロで進んでいます。最大風速は15メートルということで、まだ台風にはなっていないんですけども、このあと発達をしながら進んでくるということになりそうです。こちら明日15日の予想なんですけども、明日15日9時の予測です。中心気圧が994ヘクトパスカル、最大風速が18メートル、17メートル以上が台風ということになりますので、明日9時の時点では台風になっているという可能性が高くなっています。そしてその後なんですけども、西寄りですね、南シナ海を西寄りに進んで、最終的には大陸の方に向かうという形になりそうです。以上、熱帯低気圧に関する情報を予報センターからお伝えしました。